は真の友などと言いますけれども、こんな時間に一人で起きているあなたは一体どんな人なんだろうと、いろいろ考えながらマイクに向かっています。人生は短く、夜もまた短い。今日できることは下に伸ばして、せめてこの深夜のひとときを。今この放送を聞いていらっしゃる深夜の友に限りない友情と共感を抱きつつお送りするミッドナイトメッセージ、五木寛之の夜です。の夜、この番組はザ・ライフスタイルカンパニー金坊の提供でお送りします。こんばんは、五木寛之です。こんばんは、アルノエジザです。先週ちょっとお話したと思うんですけれども、僕らが日本的なものというふうに信じ込んでいるものの中に、実は外来種の、ものすごくエキゾティックなものがたくさんあるというお話を、その今度しようということなんですね。で、まあこれは何度も前にもお話ししましたけども、我々が蛍の光というふうに呼んでる歌、これは正しい名前で登録されてるのは蛍っていう題名なんですね。蛍の光、窓の雪かという歌詞があるもんですから、我々は蛍の光、蛍の光ってつい呼んでますけども、正しい題名が蛍というのは大発見でした。で、この蛍の光というものが、そのスコットランドの民謡だっていう話はこの前だしました。その他にもですね、明治に入って日本人がいわゆるその邦楽といわれる伝統的な歌や音楽以外に広くいろんな歌を歌い始めたのは、やっぱり文部省制定した小学唱歌集っていうものが大きいと思うんです。で、その小学唱歌集の中にスコットランド民謡とかアイルランド民謡とかフランスの民謡とかスペインの民謡とか子供の歌とか、そういうものがものすごくたくさん入っていて、で、日本人は知らず知らずのうちにそういう歌をこう耳にして、歌ってるうちに馴染んでしまって、そして、あ、日本の歌だと思ったらこれ外国の曲だったんだって後からびっくりするようなことが多々あるんですね。なんかアルノさんが中にあって、自分が親しんでて子供頃から知ってるけど、実はあれは外国の歌だったっていうのは、蛍の光以外に何かあります？急に言われますとあれですけど、最初からもう外国の歌だって言われてたので、あの別に外国のもんなんだと思って知ってたものは。あなたと世代は違うけども、結んで開いてなんて歌いませんでした？歌いましたよ。結んで開いて、フランスルソーですよね。そうそうそう、これがね、ジャンジャクルソーって聞いた時にびっくりしましたね。彼は作曲もやってたのかって驚きましたけども、蝶菜の葉に止まれってのは、知ってます？知ってます。スペイン民謡だっていうのをね、聞いてびっくりしましたね。庭の千草とか、それから雪山参加だとか、それからこういうふうに上げていくと、これもあれもっていうふうにびっくりするようなくらいに、たくさんの外国の歌っていうものを僕ら聞いてきてるわけですね。それで、じゃあもうすごく日本的な歌っていうのはどうかっていうと、大体日本のメロディーっていうものは基本的には仏教賛歌みたいなもの、今でいうとゴスペルサングにあたるような小名とか御詠歌とか和賛とか、そういうものとこうねじれてこう結びつきながら、長唄だ、浄瑠璃だ、あるいは詩吟だ、和歌の朗詠だっていろいろこう流れてくるわけですね。今の民謡の踊りの中に念仏踊りっていうのがすごくたくさん流れ込んでくるように、そういうお寺で出てきた、例えばお経を読むときに節をつけ、リズムをつける、で、木魚でポク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 とこうリズムを取る、鐘をチーンと入れるっていうようなね、ああいうことの中から日本の邦楽っていうのは生まれてきてることは間違いないんです。だけど考えてみれば、仏教っていうのもインドに発して、チベット、中国を経て、そして半島から日本に入ってきたっていう外来の文化ですからね、その中のいろんな節回しとか、おそらくお経っていうのはね、今でこそところどころ分かるような言い方するけども、昔は言語で読んでたと思いますよ。言語っていうのはインドの言葉を、サンスクリットの言葉やいろんな言葉を中国人のお坊さんが訳した中国語で、その中には発音だっていろんな発音が、
こう混じってたはずだし、そういうものをね、我々はいつの間にか無意識にこう歌ってたっていう、戦後はエリチエミさんがテネシーワルツっていう歌を歌って大ヒットしたんです、はい、もちろんこれはもうテネシーワルツですから、テネシーのワルツですけど、その他にそういうバタクサイ歌でなくてサノサというのがあったんです、うん、俗にサノサ節とかって言いますね、うん、でこういうのはなんか羽歌小歌みたいな感じがして、とってもなんか日本的な庶民の日本人のこう人情とか情緒を表している歌のような気がするんですが、サノサ節っていうのはずっと辿っていくとね、崩壊節とかね、九連冠とかね、いろんなそういう中国渡来の長崎の歌、長崎地方で流行した外来音楽っていうものにそのルーツがある、うん、で長崎ってのはご存知のようにポルトガルとか中国とかそういうその外国貿易のいわば、まあ、なんか先端基地でしたから、うん、そこにたくさんの外国人たちが船乗りとか外交官とか商人とかいろんな人たちが上がってくる。で丸山っていう花街がありますけども、その辺でこう宴会をしたり楽しくお酒を飲んで歌を歌ったりする、その時に外国人のお客さんは自分たちの国の歌を、まあ日本人が上を向いて歌を歩くみたいにね歌ったりする。そうするとお店の人や芸者衆やその、三味線を弾く人たちはそれを真似て、まあ口真似してその言語の歌をその一緒に合唱したり囃子を入れたりする。それが面白いっていうんで、なんとなくその歌が言語とは少し変形された形でこう一般にこう広がっていくみたいなね、そういう流れの中からサノサのメロディーが出てきてるっていうふうにね聞きますとね、自分たちが日本的と信じ込んでるものが実はそうだったのかっていうふうに思うところがありますね。考えてみると雅楽って言ってもね、うん、これはもう日本のその宮中に伝わる伝統的な音楽だと思うけども、やっぱりひょっとしたらその中にシルクロードとか中国とかいろんなものがたくさん流れ込んでいて、その当時で言えば今のクラシック音楽みたいに外来音楽として素晴らしくそのハイカルチュアとして一般に取り入れられたものかもしれないっていうふうに思いますね。だからそう考えてみると日本っていう国はね、なんというか不思議な国で、極東の島国でしょ、いろんな文化が流れ着いてくる、流れ着いてくる文化をもう寛容に受け入れて、その受け入れた文化を日本人の感性とか風土に合わせて消化していく。そしていつの間にかその本国の伝来のものとは違った形で受け入れて日本中に料理してしまうって、こういう国なのかなっていうふうな気がして仕方がないんですね、うん、僕なんか海外に行ってね、五木ひろゆきってこう名刺を出しますと、最近外国人もよく名刺出すようになったんだよ、うん、どういうわけか多 多いよね、名刺を昔からなかったわけじゃないんですけどね、だろうと思うね、昔から立派な名刺のグラビア印刷とかいろいろこう、ありますから、だけど一時期名刺を出すのは日本人みたいなこと言われたりして、僕も気が引けてたんで名刺出さなかったんですが、最近向こうの人が出すからこっちも出すとこう見てね、中国の方ですかって言われるんだよ、ルーツは、いや日本人ですって言うと、でもこのお名前はチャイニーズレターですよねって聞かれるんですよ。五木ひろゆきって漢字で書いてるから、漢字ですからね、これはもう英語と一緒でね、外国渡来の言葉で自分の名前を書いてるっていうことに気がつかずに、なんか当然これは日本の字だというふうに思い込んでたけども、漢字、それからひらがな、カタカナ、そして最近はローマ字、こういうものをごっちゃにして僕ら文章を書いてるわけですね、サラバモスクワグレンタイなんつってもね、漢字とそれからカタカナでモスクワっていうロシア語も入ってるっていうね、こういうことをやってきて、つまり日本の文化っていうのは長崎ちゃんぽんじゃないけども、いろんなものがごったになって、そのごったになってるところが日本文化っていうものかな、純粋に日本文化っていうものをそこから取り出して、これが日本文化純粋な形ですってことは絶対言えない、いろんなものがこう混じり合った文化が日本の文化であるっていうふうに最近ではね覚悟を決めることにしました。ということで、スコットランドと一緒に日本にも非常に大きな影響を与えたアイルランドの音楽の中から、今日はアルノさんが何か聞かせてくれるそうですけども、
別にこれはアイルランドといってもアイルランドの中の伝統的な音楽じゃなくて。ないですね、うん、今の今、まあ、最近の音楽なんですけれども、うん、そうですね、アイルランドの人ほとんどなんか声が綺麗なイメージがあるんですが、うん、私はですねメアリー・コクランっていう人のすごいワイルドなこうなんでしょう、媚びを売らないようなタイプが好きで。メアリー・コクラン、ゴルウェイの出身の人なんですけれども、彼女が、カフェオーケストラというグループと一緒に吹き込んだ、うん、今日は曲をワイルド&フリーという曲を聴こうと思います。ワイルド&フリー、はい、じゃあそれを一つ聴いてみましょう。I'm not interested in what you say. Let me see what you can do. It feels I might be losing out. And I love life too much to let the many colored rainbow lights pass me by without being touched. Dance with me, wild and free. Play me, but like メアリー・コクランという人の歌を聴いてて思ったんだけども、なんでこんな風に、つまり外国の人っていうものの声が強いんだろうっていう気がして仕方ないですよ、うん、細い方もいらっしゃいますけどね、あの美声で、でもね、今聴いてて、じゃあこういう声をした、こういうちょっとハスキーでいながらエネルギーを感じさせる、なんかこう太い声っていうか強い声というか、こういうものを持ってる歌い手さんって今日本にいるかっていう眺めてみるとね、細くて高い声とか澄んだ声とか強い声持ち主はいるけども、こういうね、なんか丸ごと人間的みたいなね、そういう声を日本の歌は使わないのかなとふっと思ったりしますね。あるいは日本の言葉というのは
そういうふうな発声を必要としないのか、うん、ちょっと合わないかもしれないですね。で僕は必ずしも、例えばクラシックのオペラの歌手さんが歌うような、うん、ああいうベルカントみたいな歌は好きじゃないんですよ、うんうん、あれはヨーロッパの近代の一部のオペラが発達してからできてきたクラシックの唱法の中の一つのローカルな唱法であって、ナポリとかベニスとかああいうところの先導さんたちの歌はさ、もっと地声ですよね。それからあのブルガリアをはじめとしてバルカン半島もそうだし、あの地声っていうのはすごいその国の民族性を表す大事な声だと思うんですが、今のところね、あの今の人の歌い手さんもね、僕はこれいわゆるトレーニングしてグローバルスタンダードに合わせた発声法ではないと思いますね、うん、そうですね。すっごい遅くに歌手になった方なので、あまりまあお若くないと言ったらあれですけど、ね、何かこうこのアイルランドっていう土地の風のこう気配だとか、あの風景とかがその声質そのものから歌詞の意味がよく分からなくても、十分に分からなくてもなんとなく感じられるような、そういう声だと思うんですよね。で僕が金々疑問に思っているところは、日本語というのはあんまり口を大きく開けてブレスをたくさん使うと言葉がはっきりしない、そうですね、そういう言葉かな。よくあの英語と例えば1番を日本語で歌って2番を英語で歌われたりとかいう歌詞、うん、ありますね、うん、途端に声も違っちゃうっていうか、日本語で歌うときと英語で、あ声質が、なのでなんとなくやっぱり日本語って音に乗らない、乗りにくいというか、あの西洋音楽にはもともと日本にあった音には合うんですけど、うん、なんかやっぱり合わないなって感じ。いやそこなんですよ、で我々が日本語弱いと感じたり合わないと感じたりするのは、西洋音楽っていう音楽のつまりスタンダードに照らして、なんかちょっと弱いなとかね、乗りにくいなとかって考えるでしょ、それを取っ払ってしまって、今あなたが言ったみたいに日本の歌とか古くからの日本の民謡とか、そういうものにはねものすごく合うんですよ、やっぱり。だからあの江差追分なんかでも、カモメの鳴く音にいいとかさ、あーとかさ、美空ひばりとあのリンゴ分なんかでは、とかね、こういうなんか母音をうーんって引き伸ばして歌うようなものにはとってもよく合うんだけどね、あの言葉を早く口の中で多く転がして言うとか、それから摩擦音とか反濁音とか、それから濁音とか、そういうものを使う言葉に比べるとリズムのある音にはとっても乗りにくいところがね、ないではないんですよ。だからこの辺なんだよね。ただ歌舞伎なんかのセリフを聞いてると、セリフの言い回しはもうかったるくって少し遅いなって思うんだけども、なんとなく生理的にですね、ああいう間延びしたセリフ回しがなんか心地よいというか、よくあの進撃の人たちが翻訳のお芝居をやるときにものすごいスピードで喋るよね、あれおそらく英語を日本語に訳すると伸びるでしょ、分量が、英語の方が簡潔だよね、だからそういうふうにするとどうしても3のものが5になるから、その5のものを同じ時間内に言おうと思うと、あんなふうにものすごい勢いでやっぱり言わなきゃいけないんで、だからそれに比べるとね、日本語っていうのは少ない情報量をゆっくりと長く引き伸ばして歌うとか喋るとかって、そういうものに向いてるのかなという感じもしないではないですね。だけどまあ確実に日本人もこう戦後変わってくるわけだし、この間金沢で金沢芸術村っていう市民のための文化センターがあって、そこでいろんなグループなんかが自由に夜中まで場所を使って練習したりしていいわけですね。鍵を預かって自分たちでも夜の2時でも3時まででも使って、あとはきれいに掃除して鍵を返していけばいいって、使用料もねもう何百円か何千円かって本当に安い施設があるんですよ。で僕は夜の10時頃そこをちょっと利用状態見てみようと思って行ったら、女性たちがコーラスの練習してた。でそのコーラスの練習をしてる人たちが、普通コーラスって言うとなんとなく白いブラウスを着て黒いスカート履いて手に楽譜を持って一列に並ぶっていうようなね、そういうイメージがあるんだけど、もう全然違う。なんかこう体全体でこうリズム取りながら跳ねたり飛んだりしてイエーイなんつってね、もうこれやってるんでね、いやー金沢なんて加賀百万石みたいな古いとこでさえもこんなにつまり変わってくるんだったら、日本人の感受性もどん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 変わっていくし、むしろそれに今作られてる側の方の音楽とか歌とかそっちの方が追っつかないのが現状なのかなっていう、そういう感じがしましたけどね。
いずれにしても日本文化の本当の本質とか特性とかっていうことをずっと掘り下げていくと、そこにこう世界に通じるその道筋があるっていうことをね、いやっていうくらい感じました。これが日本的なもんだこう思ってるけど、なんか平仮名とか漢字とかそういう言葉の、例えば歌のタイトルが少なくなって横文字が増えてるって文句言うでしょ。でも夜間飛行っていうのは漢字ですからね、これ考えてみたら、うん、そういうふうに考えてみるとね、いや日本という国の一体玉ねぎの皮みたいに向いても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 日本の根が見つからずに、最後は日本人そのものもこの日本列島っていうところによそから流れ着いてきた、そういう先住民だったのかなって。むしろアイヌとかそういう民族たちの方がね、日本に早くたどり着いてきた人たちかなと、こんな感じがね、うん、して非常に日本文化のルーツというものに対して最近こう自分で少しずつ大事なものが見え始めてきたような感じがしてます。日本の文化っていうのはあれ、桜なんてもひょっとしたらね、うん、日本の象徴のように言われるけど、うん、外国から来た花じゃないかと思い、梅なんかもそうですよね。梅はそうですよね、明らかにね、うん、もう外国から入ってきた、とてもそのなんていうかエキゾティックなお花であったということだと思うね。それからあのイスタンブール行ったことありますか、はい、うん、あそこにトップカプ宮殿っていうのがあって、そこにあの例のハーレムがあって、はい、でハーレムの中でね、格子戸がはまった、鉄枠のはまった窓からあのボスフォラス海峡の方をふっと眺めてたら、ちょうど目の前のとこはちょっと小高いこうなんていうか丘のような感じになってて、そこにねススキがねボスフォラス海峡の風になびいてね、なんとも言えない風情があったんでね、いやーセイタカアワダチソウは外来種だけどススキは日本の象徴だっていうふうに思ってきたけども、これはもうアジア全体に広がってる、うん、そういう植物なのかなって改めて感じましたね、うん、桜はバラ科なんだよ ね、 そうですね、聞いてみると ね、バラ科っていうかバラの系列の花だって聞くと不思議に思いますが、そういうふうに考えると我々が日本的と思っているもの、うん、こういうものの中に例えば神社っていうのは日本固有のもので仏教っていうのは外来種だって、こんなふうに簡単に考えがちなんですが、うん、神社もまた非常に大きく福永光司さんなんかに言わせると、うん、道教の影響のもとに成立した信仰であると、うん、宮殿の建築から、うん、いろんな神社という言葉そのものがね、例えば神道っていうでしょ、なんで神流の道というふうに言わないんだと、うん、神流の道といえば大体これは和風なんですけども、ね、神道って言っていけばね、音読みに行っちゃうとなんか全部そうなんです ね、 で道というのはタオイズムの道教の道ですから、神というこの神という概念もね、もともと日本にあったものではなくて中国大陸からやってきたものである、こんな風に聞きますとね、うん、もう本当に玉ねぎの皮むきみたいにどん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 日本を、今僕は日本再発見ということで日本的なものとは何かっていうことをずっとこの10年間考え続けてきてるんだけども、かなりねそうか、日本の底を掘っていくといろんな世界につながっていくんだなって、アイルランドにもポルトガルにも、うん、中国にももういろんなところへつながっていくんだなっていうふうにつくづく感じるようになりました。和津井哲郎の故事巡礼っていう本があの、ね、ものすごく戦争中によく読まれた理由の一つはね、大和故事と言われて日本精神のもうベースキャンプみたいに言われている、うん、奈良とか斑鳩とか大和とかっていうところにある飛鳥天平の仏像が実はガンダーラ美術の影響っていうのを非常によく受けてて、はい、でそこにあるものはいわばギリシャ的な調和の取れた美、ヒューマンな美がそこに影響を及ぼしてるっていう、うん、このあたりがね、うん、松井哲郎がねすごく読まれた理由の一つだと思いますね、うんうん、まあ松井哲郎もいち早くその大和とか斑鳩とかいかにも日本精神のふるさとっていうふうにこう国粋主義的に言われてるところに実はギリシャの風を見たと、うん、この辺があの本のその味噌だったのかなと今改めて思ったりもしているところです。あの先週に引き続いて日本の文化っていうことにちょっと独断と偏見でいろいろとおしゃべりをしました。あのこれからも日本再発見っていうテーマでいろんなことをしゃべったりそれから歩き回ったり書いたりしてみたいというふうに思っています。それではまた来週この時間にこの番組でお会いしましょう。おしゃべりのお相手は五木ひろゆきと荒野絵里沙でした。
さようなら。五木ひろゆきの夜。この番組はザ・ライフスタイルカンパニー金棒の提供でお送りしました。